いらっしゃい。なんて悪魔的な格好なんだ。うちの親いないんだ。ひゃあウケる。何しよっか。え、何って。どうしたの？会いかかったんだけどベッドベッドで超最悪。危なかった。危うく心がチリとかすところだった。やっぱ服選ぶのめんどくさいし、もうこれでいいや。え、家の中あったかいし、普段もだいたいこんなんだよ。みよみよ、これつけて、そんでもって入れて。え、ちょっと待って、そんな嘘でしょ。もしかしてこれ見て一人で。あ、もうダメ、お腹いっぱい。男子と一緒にいるのにそんな格好で寝ちゃうかな普通。あ、起きた。俺帰るよ。またさ。なんつう格好で外出てんの。あ、風邪ひくって。ありがとう。女だし、それになまらあったかいし。お、米粒つけちゃって。